皆さんこんにちは、じゅんこです。めちゃくちゃお久しぶりです。いつもこのめちゃくちゃお久しぶりで始まってるんですけど、本当に今回はめちゃくちゃさらにお久しぶりになってると思います。新年のご挨拶と言いたいところなんですけども、新年通り過ぎてもう3月に入ってますよね。本当にまあそんな感じでもうダラダラっと過ごして、ビデオの方もですね2本ぐらい撮っていたんですけど、そちらの方アップデートせずにですね、今回こちらの方のビデオを撮っています。前に撮ったビデオはですね、セッティングスプレーのご紹介のビデオ、そしてリップティントですね、そちらの方を撮っています。リップティントの方はですね仕上がっているので後であげようかなと思ってるんですけど、セッティングスプレーの方はちょっとさらに 2,3 個新しいものがあるので、もう一度撮り直そうかなとも思っています。クリスマスもお正月もですね、本当にもう何もしない状態ですね。で閉じこもってました。で髪の毛もですね、実はもうほんと胸の下ぐらいまで伸びてたんですけど、自分で切っちゃいました。お友達に切ってもらうことも考えたんですけど、やはりこの先ですね、またさらにちょっと閉じこもる日が続くのかなと思ったら、まあ自分でやっちゃってもいいかなということで、 YouTube でですねセルフカットとして入れたら、最初にヒットしたのがミルチャンネルさんのセルフカットの仕方というものだったんですね。そちらの方を見てやってみました。かなり分かりやすかったので簡単にできたんですけど、こう目がすごい乱視なんですね。なので物が平行に見えないんです。そのせいなのか、こう長さが左右対称かなってこう触ってると、どうしても左右対称に感じなくて、こうチョキチョキやってたらですね、結局この長さまで切っちゃいました。で主人にですね、やはりもう髪の毛なくなっちゃうよって言われたので、この段階で今ストップしてます。でもうちょっと後ろの方もすきたいなと思うんですけど、もうあのですね、馬の尻尾ぐらい私、まあ、お薬のせいもあるんですけど、めちゃくちゃ髪の量後ろ多いんですね。なんですけど今めちゃくちゃもうこんなぐらいしかないです。 こんなかな、それぐらいまであのすいちゃいました。なのでちょっとこうまあピヨンピヨンって跳ねてるんですけど、髪の毛は伸びますもんね。そんな感じでちょっと長引いてしまいましたが、今年も皆さんどうぞよろしくお願いします。今年はですね、メイク動画の他に Amazon さんなんかで購入したちょっと面白い商品ですね、おすすめできるものとか、まあ日焼け止めはもちろんなんですけど、美容液なんかを、まあ、成分から分析してどの順番で使うのがベストかというものなんかもこう合わせていろいろ紹介できたらなと思ってます。ビデオもですね、閉じこもり生活なのでお化粧することが少なくてちょっと上げられない状態だったんですけど、頑張ってこう今回のようにこのがっつりメイクで閉じこもっていようと思ってます。今日はですね、こちらのメイク、ファンデーションとアイシャドウ、2つのビデオを別々に上げようと思ってます。ファンデーションの方は今回こちら、エスティローダさんから新しく出た、フューチュリストハイドラレスキュー。カタカナ呼びだと、フューチャリストハイドラレスキュー。こちらの方を今回試してレビューの方してみました。アイシャドウの方はですね、ナターシャ・デノナサのミニラブパレット、こちらの方を試しています。そちらの方もですね、ビデオの方後でよかったらチェックしてみてください。それではファンデーションレビューの方です。はい、それではメイクの方早速始めていきたいと思います。朝のスキンケアを終えて、今日は日焼け止めの方はですね、こちらを使っています。こちらエルタ MD、 ケミカル系と人工キサイド両方ですね、サンスクリーン、日焼け止めが入っています。こちらのエルタ MD さんですね、いろいろな成分が混ざったそれぞれいろんな種類の日焼け止めが出てるんですが、私が使ったこの顔専用の小さいボトルですね、そちらの方が今日は人工キサイドと、もう一つケミカル成分、オクティノキセートという成分ですね、そちらが混ざったものです。そして SPF46 です。肌にいいのはもちろんケミカルサンスクリーンよりもフィジカルサンスクリーンの方がいいと言われてるんですけど、
フィジカルサンスクリーンの特徴というのがやはり白くなってしまうんですね。お化粧のレビュー、特にファンデーションですね、するときはその白さがですね、こうファンデーションの色などを説明したりするときにちょっとこう分からなくなってしまうので、ケミカルサンスクリーンの方を選んでます。こちらのエルタ MD さんのものはフィジカル系とケミカル系が混ざっているせいか、スルスルっとこう伸ばすことができます。そしてやはり最初はすごく白くなるんですけど、その白さがですね、こうマッサージしていくうちに、こう軽くですけど入れていくうちに消えてしまいます。完全にフィジカルにありがちなこうちょっとパウダーっぽさ、その白さの、そういうものが一切ないです。それではファンデーションの方、今日使うのはこちら、エスティローダさんのものになります。こちらの方ですね、 SPF45、 ただまあファンデーションに使われている SPF というのは日焼け止めの適量をつけない限りは SPF45 の役目を果たしていないので、その辺をしっかり覚えておいてください。選んだ色が1-W-2 1W-2 ですね、サンドという色です。エスティローダさんのダブルウェアライトですね、あちらのレビューをした時に 2N1 デザートベージュという色を選んでます。色の方ですがこんな感じです。ちょっと緩いですね。あとでですね、こちらの 1W2 ですね、サンドという色と 2N1 のデザートベージュ、あちらの方の色ですね、自然光で撮って、あとでこちらの方に貼っておきます。まずちょっと撮って色味の方見てみましょうね、こんな感じですね。どうだろう、私はですね首はニュートラルなんですね、結構ピンク味というか真っ白なんですね。なのでスワッチをするときに私こちらの手を使うんですけど、こちらもですね私首と一緒でニュートラルの、めちゃくちゃ白いんです。ただ顔はですね日本のファンデーションの標準色です。なのでまああまり差がついても困るので、ちょっと明るめですねを選んでるつもりなんですけど、これはですね本当に日本の方が使うなら標準色になると思います。ただ標準色といってもこちら黄色みが強いはずなんですけど、ちょっとピンク味を帯びてますね。なので黄色みを抑えたものがいいという方はこちらもいいかなと思います。こう塗った瞬間に肌に入っていく感じなので、やはりブラシを使ってパパパって伸ばして、クッションファンデ用のスポンジでこう整えていこうかなと思います。いつものこちらですね、イットコスメティックのブラシを使っていきます。ファンデーションのブラシは結構このギュッと硬いものが多いんですけど、私はそれよりもやはりちょっとこうふわふわっとしてる方が使いやすいです。はい、今ですね全体的にブラシを使って伸ばしてみました。私がですねブラシ使いがあまり上手ではないせいか、ちょっとこう筋がなったりするんですね。なんですけどこちらの方はスポンジでですねちょっと押さえながら整えていきたいと思います。こちらのクッションファンデ用のスポンジを使っていきます。こちらのいいところはですね、ちょっとこう油分が多いなって感じたりとか、ファンデーションをちょっとつけすぎたなという時にやはりこれを使うとですね、いい感じでこう吸い取ってくれるのと、あと全体的にこう均等的な感じで伸ばすことができるので、私はこうタッチアップ的な感じでファンデーション塗った後に使うことが多いです。でプライマーなんですけど、私はアイメイクの時はもしかしたらプライマーつけた方がいいかなと思うんですけど、ファンデーションの時はですね今プライマーは使わないようにしてます。プライマーのレビューをしたりする時はもちろん使おうと思ってるんですけど、
ファンデーションレビューをするときにプライマーを使ってしまうと、そのファンデーション自体の持ちとか、あと仕上がりですね、そういうレポートがちゃんとできないかなということで、ファンデーションレビューをするときはプライマーをしていません。まあ、アイシャドウレビューに関してはもしかしたら、まあ、プライマーの方もした方がいいかなと思うんですけど、アイシャドウレビューをするときは私こんな風にファンデーションレビューをしたときに一緒に撮っているので、ファンデーション塗っちゃうんですね、こちらに。なので、まあ、ファンデーションがちょっとこうペタペタっとした感じの場合はですね、アイシャドウを塗る前にセッティングパウダーを軽くですね、アイシャドウブラシでつけて押さえる感じ、それだけにしてます。はい、今つけてみました。ですね、ちょっと後でアップの写真撮るんですけど、今つけた直後はですね、こんな風にやはり毛穴の方にこう入り込んじゃって、プツ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 っとした感じがします。ただこれがバーッとこう馴染んでいく時もあるんですね。ただこの鼻のこことかですね、まあ今マスクをするせいですごく乾燥してる肌なので、ファンデーションがですねすごく乾燥してしまう肌に今なっちゃってます。なんですけどこれですね、ちょっと待ちましょう。それでは他のメイクをして戻っていきたいと思います。はい、今全体的なメイクが終わって戻ってきました。こんな感じで仕上がってます。ファンデーションの方がですね、やはり時間が経ってもちょっとペタペタっとした感じがしたんですね。ですので、やはりその上からハイライトとかチークをのせてしまうと、ものすごく強く色がギュッて入ってしまうので、今回はローラメルシエさんのセッティングパウダーですね、ユニバーサルという色なんですけど、白っぽいやつですね、まとめなんですけど、つけるとそちらを軽くふわっとのせました。でその後からですね、チークの方ですね、今日目の方がかなり強いアイメイクになっているので、ピンク系をつけるのがまあ合っているとは思うんですけど、今日はちょっとポンってお手もやになってしまうような気がしたので、こちらローラメルシエさんのジンジャーという色ですね、こちらをブロンザー的な感じでファンデーションをつけるときに使ったこちらのブラシですね、そちらでちょっとこうこの辺ぐらいまでですね、で残ったのをちょっとこう上の方に入れる感じですね。このこめかみのこの辺ですね、この辺までこう馴染む感じで、入れてます。そしてハイライトの方はですね、ナターシャ・デノナさんから出ているスーパーグローのフェアという色ですね。こんな感じなんですけど、これをここに入れてます。かなりガツンって色、ツヤが出ていると思うんですけど、それをこう、ふわって、ここの部分とここに乗せてます。リップの方はですね、ナターシャ・デノナさんのリップライナーですね、こちらの方が NP1 のナターシャという色なんですけど、そちらの方を縁取りした後にちょっと内側の方まで何回かこう線を埋める感じで、全体的にはちょっと塗っちゃうと私パサッとしてしまうので、少し内側まで来るように塗って3本分ぐらいかな、塗った後でいつもおすすめしているこちらですね、カバーマークさん の取れないリップをつけた時にその上からグロスを塗ってしまうと、どうしてもベタベタっとした感じがするので、こちらはですね透明タイプなんですけど、グロスまでいかないんですけど、ちょっと軽くツヤが出る感じなんですね。なのでこちらを今日は使って、少しそのライナーをぼかす感じで入れてます。なぜかというと、ちょっとこれ終わった後に出かけるんですけど、またマスクをしてしまうので、そのマスクについてしまうので一回落とさないといけないんですね。その時にちょっとこちらだと、その後で外した後にも上からまた使えるので、今回はこれを使用しました。でマスクをつける時はちょっと一回こうティッシュオフですね、してからつける感じです。それではファンデーションレビューの方です。久しぶりのメイク動画だったので時間がかかってしまいました。その間にまあ定着はしたんですけど、やはりこうちょっとですね、
固形っぽくなってます。毛穴のとこがポコポコポコってこうファンデーションが入り込んでる感じなんですね。これが落ち着く場合もあるんですけど、今30分経った段階ではまだこの辺乾燥している部分はそんな感じになってます。まあこちらの方ツヤ感なんかも全部見て後で報告したいと思うので、そちらの方チェックしてください。でセッティングパウダーの方を使った段階でやはり肌は使ってもまだしっとりした感じはします。どうなんでしょう、2日後なんですけど、ファンデーションの方ですね、もう一回挑戦したいと思います。エスティローダさんのダブルウェアをですね、上手に使いこなしている友人がいたんですね。彼女のコツとしては本当にもうペタペタっとこう手で伸ばすんですけど、その後にスポンジでこう叩き込んで埋めていくということを言ってたんですね。なので今回はこう手でポンポンポンと点置きをした後に、最初はこの間使ったブラシでこう伸ばすのではなく、まあ少し叩く感じでこうつけていって、また毛穴に入っているような感じ、プツプツの苔肌ですね、パッチになるようだったらスポンジに切り替えてやってみようかなと思います。はい、今ブラシでこちらの方つけてみました。ちょっとこちらの方は手で伸ばした後にスポンジでやっていこうかなと思います。こちらに比べるとやはり毛穴ですね、少しだけですね、この乾燥している部分、ここはやはりちょっとプツプツとはしているんですけど、全体的には綺麗になっていると思います。ちょっとこちらの方し同じようにスポンジで仕上げてからセッティングスプレーをさらに使ってみようかなと思います。それではトゥーフェイスさんのこちらですね、こちらはプライマーとしても使えるし、メイク終わった後にも使えるんですけど、こちらの方ですね、軽くスポンジにスプレーしてなじませていこうかなと思います。こんな感じですね。前回はですね、この後にセッティングパウダーを使ったんですけど、セッティングパウダーを使うことによってこの状態がそのままこうギュッと肌に定着してしまうので、なじむまでちょっと時間を置きます。このブロンザーとかハイライトを塗る部分だけに前回と同じくローラ・メルシエさんのセッティングパウダーを使いました。ただ他の部分はそのままにした状態ですね。で、まあすでにファンデーションの方はセッティングされてると思うんですけど、前回よりはいいです。ただやはりファンデーションでも肌に合うものというのは一度こうスルスルっと伸びて、軽く、まあ、ブラシなりスポンジまたは手で伸ばした時に、その後のセッティングパウダー、そしてセッティングスプレーなどを使わなくてもこう肌に馴染んでいく商品もあるんですね。ダブルウェアが合っている方、ただ季節的にちょっとダブルウェアが乾燥してしまうという方にはこのファンデーションいいと思います。そしてですね、こちらの方重ね付けができます。まあ重ね付けをすることによってダブルウェアほどのカバー力が出るかというとそうではないんですけど、こちらの方はですね、まあダブルウェアが好きな方にはいい仕上がりになると思います。私はですね、やはりエスティローダさんのファンデーションですね、愛用している方の肌を見るとものすごく綺麗に仕上がっているので、こうやって欲しくなってですね挑戦するんですけど、やはり肌に合ってないです。ダブルウェアに関してはですね、ヒアルロン酸が入っているので、地域的にも日本とかは湿気が多いので、その湿気を肌に留めることができるので乾燥も防ぐし、さらにこう美しい状態がですね保てるんですね。ただ私の住んでいるシアトルというのは空気感がとても乾燥しているせいで、肌の水分が足りないときはそのヒアルロン酸が逆の作用を示してしまって、空気中にない水分を取ろうと思って肌の中から取ってしまうので、
肌が乾燥してしまうんですね。そういう理由もあってダブルウェアは合わないのかなということでした。日本に帰った時にダブルウェアライトですね、使った時は全然そういう反応を示さなかったんですね。なのでこちらの方はですね、夏はどうかなと思うんですけど、まあ夏でも湿気が多い場所、そしてそういう場所でも肌が乾燥してしまうという方はいいかもしれません。ちょっともう一回挑戦しようかなと思います。こちらもインファルボの時と同じ感じですね。かなり評価は高いです。なんですけど私には合わなかったです。今日は久々の動画でしたが、ファンデーションレビューの方をしてみました。アイメイクの方の動画は別にあげますので、またそちらの方もチェックしてみてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた。